またさらに声援が大きくなりました。あと1キロの看板を過ぎたこのアンカーの安藤優也、総合優勝参考記録ではありますが、あの東洋大学を塗り替え、復路記録も塗り替える、その可能性がまだある中、いよいよこれからそのカーブを左に取りました。この青山学院大学の歴史を紐解けば、8年前、まだまだシード権を取ることすらできなかったその時に入学した新井佑さんはこう振り返ります。どの大会に行っても疎外感があった、非常につらかった、強豪校の選手同士は互いに視線を合わせ火花を散らしました。ただ青山学院は振り向きもされませんでした。挨拶をしても無視をされました。その度にいつか見ていろと仲間で声を掛け合いました。暗い夜道、記録会の後、負けながらも必死に有名選手に食らいつき、肩を叩きながら帰りました。新井さんは今のこの青山を見て言います。これからさらに強くなってほしい、そしてただ箱根駅伝に出場することすらできなかった、そんな先輩たちが歯を食いしばって強豪校に挑んでいったその思い、いつか見返してやるんだという闘志、その闘志が空回りして裏腹に試合に敗れて流した涙、それが今のこの強い青山につながっているということを、ぜひどっか心の片隅に忘れないでほしい。そして願わくば、やがてまたさらに強くなるであろうこの青山学院大学の陸上競技部に、そんな時代があったことをできれば皆さんどこかの心に留めて、またさらにその栄光のステップを上がってほしいと願いを込めています。